情報が間違ってたらどんなことなんやろ。なぜ三振するんやろうと思う人と、どうやってヒットを打ったらいいやろうという考え方で情報の集め方が変わるとやろ。なぜ俺は欠点ばっかり取るんやろうと思うのと、どうしたら100点取れるやろうと思うので情報の取り方は、はい、そういうふうにできてんの知ってるか。今日は知っといてな。というか自分の集める情報によって体も全部変わってくるんです。だから自分が集める情報、目や耳から入る情報がうまくいかない原因ばっかり求める人は能力は一切出ないということを知っておいてください。とかうまくいく情報